なんか緊張してる。こうなります。いただきます。シュガートースト。柿。飲み物は？いただきます。飲まない派ですか？はい。じゃあ今日もしもちゃんの運動会についてお話ししながら、じゃあ質問しながら食べてもらおうかと思います。はい、飲むのやつで食べます。しのちゃんは白組、赤組どっちでしょうか？白組です。で、今日の競技は綱引きと、あと空虫です。あ、どっこいしょどっこいしょってやつ。両方ともこうどっこいしょって引くものなんだね。大変だね。大変です。でもさ、今日さ、三部制みたいな感じで分かれて1、2、3、4、5、6でね、また短縮な感じの運動会で午前中で終わります。終わるのが最後が約12時ぐらいだよね。だからちゃんとしのちゃんってさ、1日ある運動会って体験したことないよね。ない。お昼は何が食べたい？やっぱママの肉かな。あご肉と、もも肉と、あとちょっとこの辺の腕肉と、お腹があって、うん、お腹肉がね。あ、五段バラのやつ。あと二十五も。二十五も。わかりました。炒めとけばいいです。塩コショウ。でもしのちゃんも最近ちょっと二十五。なってない。仲間になりまして、しのちゃんの顔がこちらになります。もうめちゃ二十五のイラスト。だから二人でちょっとさ、痩せる？二十五ダイエットっていうかストレッチみたいなやつ。今日はいつもより時間が10分早く走行しなきゃいけないんですね。はい。なので今の時間もう少しで7時です。最高。早いじゃん今日。ピーターパン。あとシノはだから大体45分ぐらいに出ますね。ではまた後で。目開けします。はい。ママを化粧します。ママしなくていいです。隣ですいません。ママ化粧。あ、パパが今掃除機やってます。はい、掃除機やってくれてます。今日は夕方からダンスあります。うん。それでは今から髪の毛結びます。運動会終わった後も授業あるの最悪。本当だね、それちょっとやだよね。うん。でもさ、外はさ、あれでしょ、運動会の音とかするんだよね。しのたちの競技は2個しかないから、今年は走らないんだよね。綱引きもこれだって。パンだよな。いや、私もやだ、パンちょっと怖いな。怖いの？ちょっと、だって銃でしょ。銃。まあね、運動会用っていうかさ、その音が鳴るだけだからね。銃ではないよね。え、撃っても痛くない。痛くないよ。そんな危ないのだったら怖いです。今日はサルとママとパパが来てくれるそうです。でもね、お兄ちゃんも朝起きれたら来ないって言ってたよ。起きれたら行こうかなって言ってて。こうかななんだ。でも多分まだ寝てるから無理だね。そしてなんと私、冬が休日、月曜日休みです。おー、イエーイ、ママ嬉しいよ。でもダンスあるよ。まあダンスはいいんですよ。チアとジャズヒップホップ。そしてなんと今日もダンスは夕方にあります。今日は録画あります。おー、いいじゃん。久しぶりだね、土曜日のダンスレッスン。はい。先週はね、ちょっとお仕事の関係で行けなかったんですよね。これ今日1回弾きます。だけど運動会なので、もしかしたら2回弾きたいと思います。はい、見てください。これはこんな感じ、くじみたいな感じになってて、チーカー好きにはたまりません。今日は栗まんじゅうが欲しいの。待って、栗まんじゅうって言ってから栗まんじゅうだった。すごい。え、これしかもしのみ持ってません。よかったじゃん。じゃあ今日はいい日になるかもね。ねえ。はい、こんな感じで髪型できました。なので今から日焼け止め塗っていきたいと思います。一緒に塗ろうじゃないか。それでは今から日焼け止め塗ります。
ちょっとだけ時間がないですね。なんかやだな、なんか緊張してきた。なんか緊張する。寝ました。なんか今日すぐ寝れました。顔が鳴ります。ちなみにシナミンを使ってます。やばい、すんごい緊張してきたよ。さっき実はスキピと一緒に LINE してたんですよ。めっちゃ嬉しかったですね。早く飲み乗り終わったので、ママのところに行って、ありがとうございます。シク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 36。今7時45分です。ちょうど見えますか、これ夕焼けで、でこれちょっと、どうもお元気な人でーすみたいな感じ。日焼け止め終わるので、ママの元から行ってきます。 CM の真似。この扉を開けるとあなたが待っているのね。なんだか緊張してくるわ。やっぱり夢いやっても相手が待っている。よいしょ、すみません、誰も待っていない。ただ赤色のドアが待っていただくよ。ということで、今から学校に向かいます。運動会頑張っていきます。それでは時間でお楽しみに。バイバーイ。